本日は沖ノ鳥島周辺の EEZ 内を最高高の中国海洋調査船が水域に出たことについて話していきたいと思います。それでは行きましょう。日本の最南端の沖ノ鳥島周辺の排他的経済水域内で今月2度目となる航行が確認されていた中国の海洋調査船が27日水域を出たことが分かりました。第三管区海上保安部によりますと、中国の海洋調査船は今月9日以降、沖ノ鳥島周辺の日本の排他的経済水域内を移動しながら、事前の同意がない調査とみられる活動を続け、9日後の今月18日に一旦水域を出ました。しかし今月24日に再び水域内を航行しているのが確認され、海上保安庁が警戒に当たっていたところ、27日朝、沖ノ鳥島の南南西およそ370キロの地点から水域を出たということです。1度目の水域に入った際は観測機器のようなものを海に投入しているのが確認されていますが、2度目は漂白と航行を繰り返しただけだったということです。海上保安庁は今後もこの船の動向を警戒することにしています。今回の内容について僕が思うことは、どうせまた来るんでしょうね。尖閣の方もストレスだから早く何とかしてほしいなと僕は思います。今回は排他的経済水域内だけど、自国の領海を侵犯されるなら海上自衛隊の出動も必要ではないかなと思います。中国の大きい土地に似合わないコソコソした悪事が少し腹立たしいなと僕は思いました。海上保安庁はほんまに忍耐を強いられますね。ご苦労様です。皆様も今回の内容についてコメント欄にどしどしコメントをお待ちしております。いつどんな時でも私たちの住んでいる日本を支えているのは自衛隊なのです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。これからもより良い動画をお届けしますので、ぜひチャンネル登録、グッド評価をよろしくお願いいたします。